はい、どうも皆さん、こんばんは。今日は今0時05分、0時5分です。今日何日だったっけ。今日は何日でしたっけね。今日は11月の16日の土曜日です。荒川の河川敷の、南の方に、来ています、現在。あそこに、見えるのが、東京スカイツリーです。そしてかなり南の方に来てます。で、そこに書いてあるこちら。猫小屋の撤去破壊をやめて、冬の寒さで凍死する恐れあり、ここにいる猫は飼い主に捨てられた捨て猫です。かわいそうな猫です。いじめ虐待、栄養失調で死亡する猫もいます。暴力罪になります。2週間以上餌にありつけない猫もいます。警察、弁護士、動物愛好市民連に通報します。と書いてあって、こいつ柵がバーっとあるんです。なぜ、何の柵なのかちょっとわかんないんですけどね。で、こちら側にもあるんです。同じようにね。猫小屋の撤去破壊をやめてください。冬の寒さで凍死する恐れがあると。で、ここが、わかんないんですよ。動物愛好市民連という何なのかと、いうことなんですね。で、この猫小屋というのも何なのかって話なんですけども、それは、すぐ、こちらの方に来るとわかるんです。猫小屋。これです。傘です。傘に、重しをこうくくりつけられてて、で、上に毛布が被せられているという。状態ですね。で、こう見ると、餌があったりするということです。で、こっち側にもいくつかあるんです。こちらの方にもね。はい、猫ちゃん。猫ちゃん。猫ちゃん。1、2、3。こうぐらいですかね。水場と、餌場と、そうですね。これも、どれも、同じような感じで。猫ちゃん。あ、逃げた。逃げましたね。毎日餌をやっていると思われます。なぜか鎌があるんだよな。よいしょ。餌ですね。ちょっと餌ちょっと拝借。よいしょ。毎日餌を誰がやってるっぽいですね。こんな状況ということです。毎日餌やって、その水もちゃんとこれ、多分、これ置き水っていうか、毎日多分変えてる人がいるんで、おそらく。そうですね。冬の寒さをしのぐために、こういった
ようなものを作って、置いてあるということですけれども、最近だからいろいろと、野良猫に関するものがたくさん、僕が最近ね、憤りを感じてるわけなんですが、で、ここで問題になってくるのは、捨て猫ですって書いてあるんです。じゃあなぜ捨て猫なのかってどうやって分かったんですかっていうことなんです。なぜ捨て猫だと分かったのか。これがまず謎なんですね。まず謎なんですよ。で、野良猫だったら、餌の取り方とか、餌のありかとかわかる。だから、捨て猫の場合は、捨てられた時点で、もう、死ぬしかないんですよ。ほぼ。餌の場所わかんないですからね。取り方もわかんないわけですから。本来であれば、野良猫だったら、スズメとか、ね、小鳥とか、ネズミとかを取って、暮らすはずなんですが、今はもう野良猫ですらもう餌をね、たくさん、与えられて、何の不自由もなく、生きて、その結果、野良猫はもう、猫の、だから、餌の取り方をもう忘れているわけですね。取り方を。それはそうです。だって、毎日餌と水にありつけるんですから、どんどんね、世代交代っていうか、もう子供どんどんバーって生まれてって、で、時が経っていけば、当然、取り方なんて、なくなるんですよ。で、仮にこの猫が捨て猫だったとして、捨て猫の場合はもう当然わかんないわけですよ。確かに。わかんないわけなんですよ。取り方が。だから死ぬんです。で、だからといってじゃあ餌あげていいのかっていうことなんです。そもそも捨て猫だった場合は、その捨てられた猫のその飼い主が当然悪いのは当たり前なんですが、じゃあなんで餌をあげるんですか。ね、捨て猫ならばなぜ保健所など警察などに、ここに、通報しないのか、ということなんですよ。そして、いじめ虐待栄養失調で死亡する。いじめ虐待は、非常にひどいことなのですが、栄養失調で死亡する猫もいます。それは捨て猫だからなんです。で、野良猫だったらば、ね、餌を与えられなければ生きてこれたはずなんです。で、あくまでじゃあこれが捨て猫だったと、全部捨て猫だったって、じゃあどうやって判別するんですか。去勢手術もしないで、ね、餌だけやって、餌水やってさ、で、どんどん増えていくわけですよね。じゃああなた、餌あげる人間いなくなったら、その猫、ね、最初は2匹だったかもしれませんが、どん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 増えて、何十匹何百匹になって、その世話できるんですか？そして、その世話をしなくなったら、あなたは、例えば、死んだりしたら、そのあなたが、そうだね。
なんか病気になって、まあ入院、長期入院しなきゃいけないってなったら、じゃあ、この猫全員死ぬんですよ。最初だったら2匹で済んだんです。なのに、餌をあげる人間がいたことによって、そいつら全員死ぬんですよ。じゃあ100人、じゃあね、100匹と2匹。どう見ても、死んで迷惑してんのは100匹の方ですよね。だから意味がわかんないんですよね。だからこれ、警察弁護士に、通報しますって書いてあるんですけど、通報したら逆にバカなんですよ。この人が、捕まるんですよ。野良猫に餌をあげるっていうのは、まあ、そもそも捨て猫かどうかなんていうのは、そんな問題じゃないんですよ。どうやってじゃあ捨て猫だって判断したんですかって。先ほど見た猫だと、首輪つけてなかったんで、当然、さっぱりわからないわけです。で、まあ、飼い猫だったとして、捨て猫だったとしては、まあ、去勢手術をされていると、いうことになりますが、そんなのありえません。そんなのありえません。まずありえないですね。なぜならば、この、荒川の河川敷には腐るほど猫がいるからです。ということは、じゃあなんで腐るほど猫がいるのか。餌をあげてる人間がたくさんいるからです。その結果、本来であれば冬の寒さで凍死する。猫っていうのは、野良猫は、当然ですが昔からいたわけで、冬の寒さで凍死するっていうのは、投資させてるのはあなたたちなんですよ。この人たちなんですよ。餌をあげてる人間なんですよ。結果として。それまでは野良猫は、冬の寒さをしのぐために何らかの手段を使って野生の手段で生き抜いてきてたはずです。だがしかし、あなたたちが餌を与えたことによって、餌の取り方を忘れて、餌が取れなくなったら当然、寒さは耐えれません。脂肪がだから蓄えられないわけですからね。ね。だから餌を、与えられているからこそ、生きていけるようになっただけであって、別に何もしなくても普通に生きていたはずです。で、あんな傘みたいなやつで、まあ、ね、冬の寒さで凍死する恐れって、バカなのか?その凍死する恐れを作ったのはお前らなんだぞ。餌をあげているお前らなんだぞ。そんなこともわかんないのか?ということです。だから、ね。あなたたちがもし、野良猫に餌を与えなくなったら、もはや生きていけないんですよ。そんな一生面倒見られるんですか?さらに言うと、一生どころじゃないんですよ。そいつらが子供作って子供も全部ずっと世代交代していくわけですから。それも全部、見なきゃいけないんですよ。そんなことできるんですか?地域猫活動とかいうクソったれ団体もありましたけど、あれは、去勢手術をするということになってますが、建前上ね。でも、されてなかった猫もいました。そしてさらに、水は放置され、餌も放置され、
一週間ほど多分変えてない水、グリーンウォーター化してましたね。まあ前動画上げましたけどね。はい。で、冬の寒さに凍死する恐れある。まあ、捨て猫、つまり飼い猫がも、捨てられた場合は確かに、凍死しますね。ですが、それを、なぜ、あなたたちは、自分たちで面倒を見ようと思ったんですか？俺は、首輪が、ついてた、野良猫っていうか、家猫ですね。まあ、飼い猫、捨て猫です。が、ガリガリに細っていた現場見て、警察に通報して、で、警察の方に持ってってもらったんですけれども。じゃ警察に通報すればよかったじゃないですか。っていうことなんですよ。だからわかんないんですよね。さっぱり。だからエゴイストなんですよ、こいつらは。お前らが餌あげなければ、ね、野良猫は普通に暮らしていたはずなんです。じゃあなぜ餌を与えなくなったのか。違う、間違えた。じゃあなぜ、こいつら餌を与えるのかってことなんです。なんかそこを理解してないんだよね。まさに。動物愛護団体もそうなんですけど、あと地域猫活動もそうです。まるで理解してない。うん。ということです。まあ結局のところ、どん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 野良猫が増えていったことによって、まあ当然、だってお金必要なわけですよね。餌。ねえ、手間も必要ですよね。面倒見切れるんですか？で、いじめ虐待ってあるんですけども、そもそもいじめ虐待なんていうのは野良猫だったらいじめ虐待に合わないんです。ほぼほぼ。なぜならば、警戒心が強いからです。で、さらに栄養失調も、ならないんです。うん。だって昔はちゃんと餌の取り方分かってたわけですからね。子供が生まれてもその餌の取り方を子供に教えるんです。だから、餌が、取れなくなったっていうのはないんですよ。野良猫は本来。だがしかしペットとなって、それを捨て猫、捨てる人間が出てきて、で、結果として、まあ、野良猫と捨て猫、が、まあ、入り混じっちゃったと。うん。で、そいつらが交配して、まあ、たくさん増えている。現状は、餌をあげている人間がいるから。うん。鳩とかも同じで、餌を与えている人間がいるから。ただ単に餌と水を与えるのが大好きな、それだけ大好きな人間がいるからです。まあこれに関しても同じことが言えますね。うん。まあだからどちらにしろまあ、まあこの警察とか、まあこれもちょっと動物愛好市民連っていうのもちょっと気にはなるんですけど、まあ、ちょっと後変えたらちょっとググってみましょうかね。だから死亡する猫がいますって書いてあるんですけど、自然界では死亡なんてのは当たり前なんですよ。で、冬の寒さで凍死する恐れありって書いてあるんですけど、普通なんですよ。
つまり逆に考えれば自然界でこれ当たり前のことで、で、自然界で当たり前なんですけども、投資しない猫だっているんです。だから投資しない猫がいて、で、投資しない猫同士が、交配して、結果として、そう、なんていうんですかね、その、まあ、淘汰される。自然淘汰されるっていう。そうなってって、どこにその、どうやって冬の寒さをしのぐかとか、を、すべて学ぶわけですよ。だけど、だからこれを根本からもう覆してるんですよ、こいつらが。猫を、ね、餌あげてる。あいつら。もうこの根底からもう覆してるんですよ。だからバカなんですよ、これ。これ書いてるやつは。もう完全に。あの、論理っていうか、論理がもうすでに破綻してる。理論がもう破綻してるんですよ、これ。おかしいんですよ。だからそこら辺まるで分かってないんですね。バカなんですよ。確かに野良猫は全て捨て猫だったら、わかりますよ。あそこにいたさっき、2、3匹の猫。あれが全て捨て猫だったとしたら。まあ確かに、わからんでもない。だがしかし、捨て猫である証拠なんていうのはどこにもないんです。さらに言えば、捨て猫だったとしても、去勢されてたとしても、餌を与える場を作ったことによって、他の猫が、野良猫がそこに集まってくるんです。絶対に。その結果、その捨て猫だけじゃなく、他の野良猫も集まって、結果として、どんどん子供を産むと。ね。だから、こいつらは、猫が好きなんじゃないんですよ。大嫌いなんですよ。結果として。嫌いなんですよ。嫌いなんです。だから俺は猫が大好きだからこそ、野良猫には餌を一切あげません。水もです。水もダメです。まあ、ここの管轄は葛飾区なんで、まあ、この、ものも、ね、葛飾の区役所の、何々係にまた通報しときましょう。まあ、メールで前もね、あったんですけど、その、グリーンウォーターのね、件がね、ありましたけれども。まあ、ここは葛飾区なんで、ここに、ありましたということを通報しておきましょう。残念だが、この、猫小屋はすべて、まあ俺は撤去してくれと。まあ言っておきましょう。かわいそうだが。まあこれ以上増えるのを防ぐため、被害者を防ぐためですね。被害猫は防ぐ、被害猫をどんどん、だからどんどん増えていくんですよ。このままだと。どんどん増えていくんですよ。仕方ないでしょ。死んだとしても、無駄にはなりません。カラスとか、ね、アリとか、その他、もろもろ、の餌になります。自然界ってのはそういうもんです。むやみやたらに、自然界の生き物に餌を与えてはいけないんです。なぜダメだかって、そいつらは守るためです。まあ実際確かにね、まあ捨てた人間これ悪いんです、こんなもん。クソみたいな、クズ人間がな、いるんだが、
まあそれも確かにそうなんです。だけど捨て猫だっていうのを判断できるかっていうことなんです。メスだったらできないんですよ。首輪でもついてない限り不可能なんです。メスは去勢されないらしいですね。俺ずっと分かんなかったんですけどね。うん。オスは、去勢手術でまあ、金玉がなくなるということらしいんですが、まあ、それでまあ、まあ大体捨て猫なのかっていうのが分かるんですけれども、メスの場合だったら分からないですよ。うん。首はついてないですからね。絶対分かんないですよね。だから長期的に見たら、栄養失調で死亡する猫もいますって書いてあるんですけど、それは確かにそうなんですよ。だけど、栄養失調で死亡する猫はいる。それは仕方ないんです。自然界なら当たり前なんです。うん。それが自然界なんですよ。弱い奴は死ぬんです。だがしかし、強い奴は生きるんです。その結果、強い奴と強い奴が、子供を作って、さらに強い、子供ができる。その、遺伝子を持った子供ができることによって、どんどんそう、まあ、そうですね、うん、なんていうんですかね、まあ遺伝子レベルでちょっと、まあゴキブリとかみたいに、対抗、ね、スプレーとかで、ね、抗体を持つ、まあ、ゴキブリができるように、まあ、成長していくと。うん。それを人間が餌を与えることによって阻害することにもなる。うん。うん、冬の寒さで凍死の恐れがあるって、まさにバカみたいな言葉ですね。野生動物なんてすべてそうですよ。じゃあカラスとかスズメとかハト、じゃあ凍死するんですか？しないでしょ。凍死するのは野良猫だけですよ。ほっといたら凍死するのは餌をあげた人間がいる野良猫だけですよ。そいつらの責任です。ということで、深夜の0時。深夜0時。今0時33分ですね。はい。寒いな、本当に。恐ろしく寒いね。寒い。なんだこれ。寒い。虫が鳴いております。帰りましょう。俺はドラクエウォークしながら帰ります。それでは皆さん、おやすみなさい。バイビー。